俺だよって声どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターブロード実況プレイ撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、僕が今装備しているこのガンランス見覚えあるんじゃないでしょうか。ナナテスカトリの派生武器エンプレスハウル名刀でございます。まあゼノジーバの素材を使った、まあ、ガンランスなんですけどもね、まあこれ非常に強くてね、あの皆さん、愛用してるんじゃないかなと思っておりますが、ちょっとねステータス見ていきましょうかね。エンプレスハウル名刀レア度8のね、攻撃力437で回心率 10% で白ゲージで爆破属性240でスロットが31の回復能力付与をつけてます。で装備スキルにね技物がついてます。まあ切れ味のね、消費を半分に抑えるスキルを最初から装備してあるというちょっと変わった、武器なんですけども、僕このステータス見てね前から思ってました。こいつもしかして殴りガンランスいけるんじゃねと思いましたね。まあ、もともとね、あの、拡散型レベル3で、豊富な切れ味、技物ついてますからね。まあ、あの、突き砲撃をするのが主流なガンランスなんですけども、このステータス見た限り、もしかしたらカスタム次第では殴りガンランス、まあ、殴り特化ですね。まあ、砲術を使わない戦い方のことなんですけども、まあ、それが、いけんじゃねと思って。で、装備見ていただいたら分かりますけども、カイザーシリーズを3つ揃えております。ということはね、もう多分おのずと見えてくるんじゃないかなと思います。達人芸でございます。回心発生時、切れ味を消費しない。で、スキル構成が見切り7、体力増強、超回心、弱点特攻、力の解放。まあ、これね、結構ね、発動すると結構便利なんですけどね、ちょっと発動条件が若干厳しいんでね、あまり採用される方いらっしゃらないですね。まあ、確かあの、カイザーコイルガンマについてます。で、ガード性能、回避距離アップ、まあ、支柱に勝つは、まあ、1スロー余ったんで、今回はこれつけてるって感じですね。まあ、あの、あったら便利ですね。で、渾身レベル1を、つけてます。まあ、回心率プラス 10%、まあ、期待値は 100% なんですけども、まあ、スタミナがなければ 90% かな。で、肉質があまり柔らかくないとこだったら 40% みたいな感じで、まあ、非常に、まあ、高い回心率を誇る装備内容となっております。技物もあるんでね、なかなか切れ味が落ちることはないんじゃないかと思います。まあ、白ゲージを維持しつつね、殴ることができる、まあ、素晴らしい性能を持ったエンプレスハウルをね、あえて殴りガンランスでやっていこうかなと思います。装飾品はこんな感じでございます。まあスロ3スロ2が非常に多いのでね、あの通撃とか長身とか入れやすく、まあ良かったかなと思います。まあ5石はぶっちゃけ自由枠になりますかね。僕は今回体力増強を入れてますんで、体力の5石レベル3なんですけども、まあいらないよっていう方はね、他の5石入れたらもっと幅が広がるんじゃないかなと思います。では早速やっていきましょうかね。さあやっていきましょう。今回の、試し切りはですね、バルハザクでございます。まあね、肉質が柔らかいんでね、まあ、火力とかが見やすくていいんじゃないかなと思って、今回はバルハザクに挑戦していこうかなと思います。まあね、あいつと接触する前にちょっと時間があるんでね、カット編集、挟んでね、サクサクといきたいなと思います。カット。さあやっていきましょうか。そら、あ、これ間に合わないのか。まあ、火力見た感じ結構悪くないんじゃないかなと思うんですけども、肉質どうだ。回心率が発動せんと意味ないんですけどね。そう、スタミナがない場合はスタミナ消費結構やるんでね、ガンランスね、ガードとかに。突き自体は結構火力出てんだよな66で出てんだよね。危ない。あー待って、落石できない。当たった、やべ。まあまあまあ、 OK、 結果オーライでしょう。ちょっと、ね、内側に行って投げ払いを当てていきたいですね。さあ66 105 153、おお、いけてるやん。いい感じの火力で、しかも爆破属性乗ってしまって270オーバー。あ、悪くないぞこれ戦える戦える全然。でしかも技物だからね、切れ味の消費が本当に少ない。これは持続結構かいい感じだぞ。はい、ここ投げ払い入れて、そら161、いいね。俺ガード戦、ガード強化ないんでちょっと逃げますけどね。いや、技物と達人芸のコンビはやばいね。砥石いらないんじゃねもしかしたら。やっぱり白ゲージをこうキープできるのは本当に嬉しい。あー、風圧だ。支柱にかつ発動してますが、これはちょっと解除しないとね、しんどいんでね。それ投げ払い入れて、出ますね火力。悪くない、すごくいいぞ。ただでさえ達人芸で切れ味落ちないのに、技物を使っちゃってもうこれ大変だぜマジで。
ほとんど消費がなくなるんじゃないか。いや、面白いね、これ。ただちょっと耳栓がないんで方向には弱いですけどね。バッファー、まあ、バラハザクにとっては特に方向が多いね、古竜なんでね、ちょっとそれは仕方ないんですけどね。ちゃんとガードしないとね。そう、ちゃんとねガード性のレベル3乗せた理由もありますから、ちゃんとそうちゃんとね、僕マルチとかねやっぱ考えてね、やっぱガードはやっぱ大事なんですよね、なんだかんだ言って。それさあ入れちゃうよ、という候補全然変ね。すげえ、全然減ってないじゃん。これはちょっと面白いな。いや、これ、よう俺思いついたな、これ。まあ、さすがにグラグリードとか、ああいうガイラバスター毒とかの、あの、物理特化のガンランスと比べてしまうと、やっぱ火力は劣ってしまいますけど、まあ、あっちもあっちで切れ味なんだかんだ落ちますけど、こっちはね、もう白ゲージの技物ですからね。だって、あれでしょ？達人芸。いやー、当たる。ギリ間に合わなかったですね。足跡は拾っておこう。足跡じゃない、足跡合ってる。さあ、ちょっとここでまさかの、ちょっとひるみ経験1ないからな、ひるみまくるんですよね、攻撃が。一旦かわして、ちょっと昇級をちゃんと回復しないとまずいと思う。どこで止まったし、回復してちょっと一旦離れましょうね。大事大事、本当距離離すの大事ですからね。ここに回復見つくすれば、それここで戦うの不安定やな。うう、叩きつけ115100か、いいね。いや、マジでこれだと砥石いらねえわ。うん、研ぎたくない人向けですよね、完全に。オルリア170、悪くない。あ、しかも力の解放をしてたんだね今。あー、耐震ここ届くんですね。これは殴るチャンスなんで、おめきしていきたいですよ。ほら、これではもう流行砲ガンガンいっちゃっていいかもな。 V 破壊大丈夫。危ない危ない、こっち。ちょっとひるみ軽減がないのがね、ちょっとナンセンスというか、枠がやっぱなかったのは残念ですけども。これソロだったらマジ強いな、これ187、いけてるいけてる、マジで強い。投げ払って、もう流行砲いっちゃいましょう。これ羽に当たったか。流行砲打ってまだまだ切れ味やって、うう、終わった、瞬殺。全然減ってない切れ味。これはもうストレスフリーですね。もうひたすら殴るだけの技物と達人技の組み合わせ、いや、これ楽しいね。こんだけ白毛ね維持できるんやったらストレスないわ。まあ悪くないんじゃないでしょうか。エンプレスハウル、基本的にね、月砲撃がメインだと思うんですけども、これを殴り特化にしちゃうというね、まあちょっと変わった装備ですございますけども、まあまあなしではないと思いますね。まあいろんなね、あの装備の幅が広がるガンランスは楽しいですね。やっぱ装備作って楽しいと思います。ぜひ皆さん真似してみていかがでしょうか。はい、ということで、報酬画面なんですけども、まあ、達人芸って面白いね。うん、ガンランスに向いてないかなと思ったけど、お、やったやったぜ、槍が来たぜ。いやー、ほんとこれ集めてるんでね、もう本当にこれだけないんですよね。いやー、カスタム強化とかでね、やっぱ減っちゃうんでね、大事ですね。あの槍の類脈石、あの余ってる方、あのぜひ交換してください。交換機能がもしついたら僕にめちゃくちゃください。ということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。